どうも。はじめまして。わかりました、僕。わかりました。すぐわかりました。そうです。すいません、前回ちょっと申し訳ないです。いえいえ。普段何されてるんですか？一応作家の活動してて選挙活動もしてるんで。撮ってます？うん。何撮ってるんですか？一応そういうメディアもやってるから撮られてまずいことしてんの。僕ですか？うん。いやまずいことないっすよ。そうやな。僕はいつも動画立ち上げてると。ただ一言言わないとやっぱ肖像権あると思うんで、初めましての人には言った方がいいですよ。うん。じゃあ今聞こうかなと思ってたんですけど。ま、間がなかった。一応できたら最初はやめてもらった方がいいですね。ちゃんとその話すんだったら話す場で動画回したいかなと思ってるんで、お互いに話していきたいです。それはじゃあ撮っていいですか？いや、お互い撮らずに行きましょう。なぜですか？証拠も大事なんですよね。僕は基本嘘つきが陽さんに似てるんで信用してないんですよね、大阪っていう街。まあ、僕は何が知りたいかって言ったら、はい、レペンサさん の、 あの集団ストーカーとか、まあ、それがどういうものなのかっていうのをちょっと聞きたくて、はあはあ、それを取材させていただきたかったんですよ、僕は。はあはあ、なんか集団ストーカー、だってね、あの時間も間違えるっておかしいでしょ。まあまあちょっと僕もね、結構ね、忙しいですよ。忙しいとか言い訳じゃなくて、見たらわかるじゃないですか。それは不審で動画立ち上げるのは当たり前でしょ。それは申し訳ないです。それをいきなり来て動画撮るなよって、また不信感増すだけであって、やましいことなかったら堂々と動画撮られても別に問題ないはずですよ。じゃあどうぞ。うん、で、それはどういうものなんですか？もしあれでしたら教えてもらえる方が助かるんですけど。例えば集団ストーカーとかっていう。集団ストーカーいうのは結局もう組織犯罪ですね、今の、はい。政治も絡んでるし、カルト宗教も絡んでるし、要するにこのメディアも知ってて知らないふり、今の吉本の問題もそう、ジャニーズの問題にしてもそう。集団ネペンサさんって呼んだらいいですか？はい。なるほど。ネペンサさんはそのストーカーの被害に遭ってるんですか？そう、被害に遭ってて、結局吉本も全員知ってるんですよ。僕のことストーカーして何回も吉本芸人動画で撮られたりもしてるんで。はい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 。知らないわけないですよね、吉本芸人のところ。吉本芸人に芸人とかも撮られてるってことですか？もう動画でも上げてますね。ハリウッドスターも上げてるし、イーロン・マスクも会ったことあるし。会ったことあるんですか？うん、みんな変装してんねん。街の中で変装して嘘ついたりとか平気でするから、証拠で動画で上げたらみんな納得するから動画を撮っていつも歩いてる。ああ、なるほど。人権侵害とかっていうところでいうと、どういうところだったんですか？やっぱり人権侵害ですよね。ストーカーして嘘ついたりとか、はい、はっきり言って人権侵害ですね。結局有名な人全員で騙すのも人権侵害ですよね。ちなみになんかそれでなんかどういったなんか被害とかっていうのは、被害、例えば選挙に出てもストーカーだらけで票すら入れないんですよね。で、一応大阪 市長選挙前回出てましたよね。出てたでしょ。それで僕知ったんですよ。ああ、それで1万5000票取ったけど、それも即日開票なんかありえないんですよね、すぐ。もう開票も結局カメラもない、要するに嘘ばっかりっていう。手応えどうやったんですか、実際。実際はもう普通の選挙したら確実に勝てるような選挙ですね。横山さんが当選した時ですよね。そうです、そうです、そうです。前回ですね、まさに。あれも結局組織票って言いながら、あれ不正選挙で取ってるんですよね。結局維新の幕って吉本なんですよ。まあまあ吉本が積極的にさ、協力してると聞きますね。で、結局幕にメディアもついてるから、もう不正やりたい放題みたいな。なるほど。組織犯罪汚職取締り強化、これが掲げてた。そうです、そうです。結構なんか組織犯罪嫌がってるから、結構そういう人嫌いなんかなと思って会おうと思ったんですよね。詐欺とか嫌でしょ、みんな。まあそうですね、僕は主に詐欺とか違法行為とかっていうのをこう撲滅してる活動なんで、うん、なんか
そういう話とか聞けたらいいかなと思ってて、結局詐欺グループなんですよ、集団ストーカーいうのは、ストーカーして僕のことを盗んで、知識盗んで成り済ましてるのが集団ストーカー犯罪、それを政治が絡んでやってると。なるほど。で、維新のあの例えば政策を何個かあるじゃないですか。ありますね、空飛ぶ車、あれも僕のツイートのパクリなんですよね。でもなんかあれですよね、ドローン飛ばしてるだけですよね、実際、実際ドローン飛ばしてるだけだし、僕の知識が全く入ってないと。まあイーロン・マスクにしてもそうだけど、結局車作ったけど僕の知識入ってないし、宇宙開発も僕の知識入ってへんから、結局無駄金しか使ってない。なるほど。なんか例えば家に来たりとかってあるんですか、集団ストーカーって。よくありましたね、どんな感じで来るんですか、家には。まあ例えばあの出前とかを偽注文してきたりとか。そうなるんですね。あるある。あの選挙活動の時にやっぱり住所提示しないとダメなんで、はい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 、それでやっぱりいろんな人見てますから、ね、その被害者にもまた成り済ますんですよね、集団ストーカーに。僕の受けた被害をまた成り済ますっていう。だからジャニーズ問題も解決してないでしょ、あれ。そうですね。結局ジャニーズは僕のことを嫌がらせでストーカーしてんのを知ってるから、はい、それを結局また偽被害者がわけのわからんこと言うて論点するから、で吉本の問題にしてもそう、吉本芸人がいっぱい嫌がらせしてんの知ってんのに、結局またわけわからん被害者を立ててやってくる。だから集団ストーカー犯罪知らない人いてないですよ、この辺もほぼ何人か張ってますからね。それはなんでディペンサさんに対してなんですか。やっぱ組織だってやってますね、税金も国家ぐるみでやってたりとか、調べるとやっぱ人体実験、そういうのも絡んでますね。なるほど。あの人身売買とかいう問題も全てそう、世界、まあ世界どこ行ってもやってるからこういう犯罪、いろいろ行ったんですよね、ロシアも行ったし、アメリカも行ったし、ヨーロッパも行ったし、ほぼいろんなとこでやられてますね、シンガポールも。いろんなとこ行かれてるんですね。ただ海外の方がまあまともな人多いいう感じですね。あ、こういう犯罪だった、ああ知ってるよ。まあ海外行ったらやっぱりいろんな有名人がこう接触しようとしてあるんで、はいはいはい、いつも街中動画で撮ったある車を癖につけてると、あ、みんな証拠ないと無駄でしょう。まあまあ確かにそれはそうですね。もう何が決定できるとはみんな今の証拠動画なんですよね。で街中でこう防犯カメラいっぱいあるじゃないですか。それなのになんで詐欺集団が捕まらないかいうと、結局警察も犯罪に行き着くんですよね、警察が不正行為をしてるっていうのに行き着く。なるほど。じゃあ僕警察の不正も何個も捉えましたよ。実際被害に遭ったっていうのはその家に来たりとか他あるんですか。あと脅迫でこう警察にこう被害届出しても被害届受理しないんですよね。だって警察も関与してるの分かってるから、もう鼻で笑うようになって、そこで動画撮ろうとしたら案の定一緒のこと言うんですよね。動画をここで撮るなとか。まあ、警察署で言われますね、いやいや国民主権やから自由やから、じゃあお前らの悪事を誰が捜査すんねんよって答えへん。まあまあ確かに。宗教はどうなんですか。宗教、はい、宗教は絡んでたりしないですか。もう宗教ももろ絡んでますね。僕本書いてて2011福島原発事故の裏側のでちょっと宗教観も書いてるんで。なんかその宗教関係で詰められたりしなかったんですか、これ来たりとかっていうのは。まあ宗教関係はみんな選挙で絡んでるからね、結局政治団体が宗教団体なの。そうですよね、まあ、平たくそうなりますもんね、確かに。でやっぱりこの今売国奴の政権のためにカルト宗教を使うと、それは否定できないですね。どう考えても日本人のためにお金使ってないですよ、日本の税金。そうですね。メディアも日本のメディアの絵なんか日本人ほとんど出てない、そうなんですか。普段じゃあ作家の活動されてるんですね。まあ選挙活動といい、次じゃあどっか何か狙ってるんですか、最近は。
まあどこまで出るかわからんっていう話はね、この不正選挙も暴いてしまったから出ても無駄っていうのがちょっと分かったんです。ひとまずその集団ストーカー犯罪をやっぱり暴かないとダメ。大元はどこなんですかそれっていうのは。いやーもう世界ぐるみですね。あのようにグローバリストのアホどもいてるじゃないか。あのコロナとかあれもヨーロッパで仕事会社立ち上げた途端な規制かけられる。なるほど。まあ共産主義のやり方やね。ほぼ寝てなささんは右左でどっちなんですか。右も左も結局全部一緒。あの何日本保守党かなんかあのシャクタかなんかいてるやん。シャクタさんですね、うん、はい、あれも結局ツボの手下やったわ。ツボっすか。ツボ、あの統一教会。ああ。だから俺のことブロックしてるなツイッターで。されてるっすよ。されてるされてる。ホリエモンもされてるし、ホリエモンもシンガポールでおったけど嘘ついたからな。ホリエモンにも当たることあるんすよ。あるある。すごいですね。まあ嘘つきばっかりやな、うん、でストーカーしてなんかほのめかしてばっかりして、で質問に答えんとブロック、うん、で河野太郎も一応質問したらツイッターでブロック。河野さんめっちゃしますよね、うん、河野さん僕もされてますわ。あ、されてる。 あの人すぐしますよね。あいつもろ共産主義者やからな、うん、あの人なんかね、特にワクチンのことで、うん、結構みんながぼろかす言われてますもんね。まあ俺もツイッターでテロ太郎と呼んでるけどね。テロ太郎、すごいですね。マジやからな、あいつら。結局あれもう全部もう悪事を知ってんねんな、昔からあるパターンやから、厚生労働省も絡んでるし、はいはい、あれも年金ですごい豪遊しとったから、今度年金払われんようになって、結局、あ、これワクチンで処分しようか、みたいな話になって。結構前にありましたもんね、消えた年金問題。結局、金のために何でもするやつらが今支配してると。で、日本の税金言うと、やっぱ世界でも、世界第2位か3位の税金の力あるから、みんな世界が狙うのも当たり前ねんな、これ。そうそう。この税金を私物化したらすごい裕福な暮らしできると。だからカルト宗教を使うと。で、日本人そういうのは参加せえへんから、やっぱり反日組織を使うと。確かにそれはね、やるかもしれないですね。うん。一番なんか気づかったことと印象の固定ことってあります？なんか。印象？集団ストーカーとかね、嫌がらせとかね。うん、まあいい人もおれば悪い人もいてると。例えば市長選挙で応援に来たのもやっぱ F1 ドライバーとか。すごいですね。もう通る通る言ってたけど通れへんかった、うん、でまた、まあ、あの維新が F1 大阪に誘致しようとか言うてるやり、ね、結局俺のツイートパクってまた何かしようっていう。で俺を無視して進めるっていうやり方、うん、万博にしてもそう。俺が市長になってたら、まあ世界中がみんな参加したし、で万博もあんな利権絡みのわけわからんとこでらんと旧跡地を再利用言うてたぐらいやから。最悪っすもんね、あそこ。あとほんま最悪。だってめちゃくちゃ地盤もろいでしょ。あそこ地盤修繕するだけでだって金が違うでしょ。そう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 。でカジノ利権も誘致してんのも、あの MGM って昔アメリカ行った時にそのホテル泊まったけど、あっこでも集団ストーカーされてんや。だからもうこの集団ストーカーグループがずっと俺を追いかけて悪事を働いている。もう要するに味方のふりした敵が支配。味方のふりして敵になるんですよ、うん、じゃあ味方やったら別にこんな無視せえへんやで、来てくれとか、選挙出てもああ、あなたを支持するよとか。市長選前回何人ぐらい出てましたっけ。5人ぐらいかな。5人ぐらいでしょ。なんか負ける要素あれへんねんけどな、アホばっかりの詐欺師。まあ確かに横山さんちょっと微妙っすもんね。微妙どころか、もうもろ不正選挙してんの知ってるに決まったんだ。だって1万5千票なんか絶対おかしいって言うてる人山ほどいてると思うよ。だって広報も見たことない言う人いてるし、広報配ってたらこんなことなれへんよ。
どんな感じだったんですか。結構演説とかされてたんですか。じゃあいやまあポスター貼るぐらいかな、であとメディア出てるからメディアがちゃんと伝えてくれたらもうこれで十分警察は伝わってるから、はっきり言うとみんな演説とか言うてるけど同じことをリピートしてるだけやん。まあまあ確かに結構ほんならあれっすねいろいろ活動されてるんですね。うん、そうやな。だからこの書いた本もアメリカにも配ったしロシア政府にも配ったし、うん、まあ要するにヨーロッパにも配ったし、うん、すごいですね。アメリカ、ロシア、オランダ、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギーの、うん、そのあたりは全部知ってるこのあたりはもう全部活動しに行ったんですか。そう、しに行った。だから日本で何部嘘ついてもこの辺嘘つかへんよ言うて、だから警察でもツイッターで帰ってきたんはオランダの警察。まあ、どういうのが返信来たんですか。まあまあいろいろあるけど1個は例えば公務員の薬物検査義務化はなぜされてないのかいうの他にいっぱい送ってもみんな無視、そしてヨーロッパだけオランダの警察だけ一応これは されてますと、拒否すれば自分たちのポイントが下がると、そういうのも政策の一環として言えるんじゃないですか。そうだから結局この薬物問題も使用者しか捕まえてへんやろ日本は。そうですね、あなただの被害者やねん、結局みんなグルやねん。カルト宗教洗脳作の薬物使う、それを売りさばくんがこの反社グループで、警察もそれを見て見抜く、それを管理してるのが厚生労働省と警察。なるほどな。だからもう悪の通じ句はもう権力やねん、気違いが権力を持ってるからおかしいことも。じゃあ今のこの大阪だとちょうど維新がまあ完全に覇権握ってる状態じゃないですか、ね、そうそれを倒して、まあ、せめてまともな町を日本に1カ国でもいない1都市か1都市を作ろうと市長選挙に立候補した。なるほど、市長選でもすごいですね、出られてたんですね。だからみんな知らんやろ。いや僕は知ってました。知ってた、はい、あの見てたんで。だからそこにカメラで変装してきたのもなんか芸能人のやつやったりとか、だからみんな芸能人だから知らんわけないねん、そういうのみんな無視してるってやばいよ。